いいチーム見せて、こういうチームだっていうことであったり、プレーも。わっ、森森や、第、シュッ、6弾。あ、ここで東京の慶海女子高校、佐藤達也先生が。お久しぶりです。あ、いや、こちらこそ、ご無沙汰してます。お元気ですか、お母さん。すいません、もう一方、カノさん来た。もう、こんにちは。お待ちしてません。斉藤佑先生の一つ下の学年になります佐藤達也と言います。下宿も先生の隣の部屋でしたで、あの大学も斉藤先生と後輩になり、ずっと追い続けて、最後は東京に来て東京の高校生を教えています。よろしくお願いします。フルマークトというジムを、運営してます菅野と申します。よろしくお願いします。菅野さん、後ろトレーニングルームですか？そうです。自分の部屋ではないですよね。自分の部屋、自分のお店。ああ、そうか、お店です。5人揃ったので五稜郭南トークになると思いますが、今後のバスケット界についてということでいいですかね？はい、ないよと思った。大きい、大きいテーマ。私は今もちろん自粛期間ですので、もう2ヶ月ぐらい練習はしてないんですけど、最近はオンラインが結構出てきたので、まあ、オンラインでトレーナーさん入れて練習活動をしたりだとか、あとは選手からこういう機会ですので、なんかいろいろ質問を私に投げかけてもらって、まあ、オンライン講座みたいな形で選手とざくばらんにバスケットのことから、私の高校時代のことから、そんないろんな含めて話をちょっとしたりだとか、今日ちょうどキルチャレンジみたいな感じで、あの選手に投げて、まあ、30秒で何回レッグスルーができるかとか、そういう刺激を与えながら活動をして、僕もちょっと午前中さっきやったんですけど、もうちょっと汗かいちゃって、タスクさんやってみてください。僕60回でした。あの結構疲れます。今はそんな形で学校も始まってないので、でもオンライン授業が始まったりだとか、オンラインショートホームルームが始まったりとか、多分そろそろするのかなっていう感じで東京は迎えてます。生徒たちに今モチベーションを保つためにいろんな活動をされてるんですね。そうですね、まあちょっと綺麗事にしか全てが聞こえないので、まあ、慰めても仕方がないので、目標としてはもう一回コートにみんなでバスケットしようっていう、大会云々は置いといて、まあ、みんなでコートに戻って、まあ、大好きなバスケットをやろうっていうことをちょっと目標に今はやってます。そういえば翔太くんの話になりますけど、インターカップとかウインターカップって、はい、全国大会は出てないんです。僕はいつも2位でした。今いろんなスポーツ選手がインターハイが中止になってから発信をするようになったと思うんですよ。私はインターハイ出てないけどここまで来たっていう、いろんなジャンルのスポーツ選手がいたりとか、翔太くん目線で今の高校生に向けてメッセージがあればなんかもらっていいですか？難しいですね、インターハイ。やっぱりそこでやっぱり最後になる、スポーツ人生が最後になる人もいますし、まあこれから続ける人もいますし、続けない人たちはやっぱり後悔が残ると思うんですけど、今までやってきたことが今後、まあ、スポーツに関係なく多分共通していくと思うので、やっぱそこは、はい、大事にしててもらいたいなとすごい思います。一人ずつ行きましょうか。じゃあ達也先生、久しぶりなので、まあ、女子校指導に携わって、まあ、それに立ってると思うんですけど、はい、ここが難しいとこだなとか、ここが伸びるポイントだなって思うところを教えてもらえれば。まあ継続してやっていくとやっぱりイメージが合ってくると良くなってくるんですけど、まずやっぱ男子と大きく違うのは映像を見てないので、とにかくこうイメージがないので、そのイメージ作り、まあ、個々のスキルも全部大事なんですけど、やっぱりこうイメージがないので、なんかそのイメージ作りっていうところが、そのプレーもそうですし、なんか全部いいイメージっていう見本がやっぱないので、まあ、そういうところはすごく時間がかかりましたね。いいチーム見せて、こういうチームだっていうことであったり、プレーもやっぱり今プロジェクターとか使って、主流のスタッガースクリーンってこういう風に使うんだよとかっていうのをプレーでただ教えてるとできないので、 NBA の動画とか見せてこういう風なイメージでやるんだよとか、そこからプレーがこうだんだん良くなってきて、じゃあここのスキルこれが足りないよねっていう風にこう落とし込んでいくと、やっぱだんだんこうイメージと使い方が分かってきて、なんかそういう練習をするようになってきて、だんだん良くなってくるかなって、イメージ作りが僕の場合はその作りがやっぱ大変かなっていうのは思います。ありがとうございます。こういこうかな。じゃ次、菅野さんから何かありますか？ごっつぁんです。話したいこと僕ありすぎてまとまらないんですが、どこから使いましょうか？
タスク先生。疲れるの。